こんにちは。素直サイズ、なおです。今回も、前回ご紹介していた靴下なんですけど、初めて の平和の靴下というか、履き口から編むタイプの、こういうかかとの編み方を初めてちゃんとしたサイズで作り始めていたんですけど、こう本の通り編むとちょっと長くなりそうだったので、足の裏にねちょっと合わせてみたんだけど、ちょっと履いてみようかなと思って、履こうと思ったら編み始めを別鎖にしていたので広がらなかったんですね。ベテランの方とか靴下編みに慣れてる方は、それじゃ試着できないよって思っていた方もいらっしゃると思うんですけど、私つま先からしか編んだことがなかったので、ちょっとここでこれ以上いかないのかと思って、急遽ある程度編めてきて、編み地が分かったので履き口の鎖を解いて、ちょっとねクローバーさんのいちご針で目を拾って履き口をちょっと編み始めました。でこの状態にしておくと、コードの方に移すと伸び伸びするので試着ができたので、これでちょっとやっと履いてみて、あとどのぐらい編もうかなっていう風にすることができました。いつも適当な感じで作っていたので、ちょっと緩いかな、かかとがぷにょっと余っちゃうなみたいに、そんな靴下ばっかり編み上がっていたんですけど、調整してもなぜかかかとがふにょって余るみたいな感じだったので、ちょっと靴下編みにセンスがないのかもしれないんですけど、今回は履いてみて、もうちょっと小さいぐらいでいいかなって思って、どこまで編むか決めて、でのこう側と足の裏側で端っこに表目を2目立てて、その両側で減らしていくっていう減らし方のつま先を編んでいたんですけど、ちょっと減らしすぎちゃったんですけど、これで履いてみたら親指がポニョってどうしてもこうギュッてやっても隠れないぐらいだったので、ちょっと短すぎたんだなっていうのが分かりました。なのでここまで編めているんですけど、ここのねここじゃなくてちょっと数え直して減らす前のところまで一回ほどいて、プラス4段プラス4段ぐらいしてからこの形で減らしていって、でちょっとこれ1段減らしすぎちゃってるので、減らす段もちょっと間違えないで減らせるようにしたいなと思っています。なので結構このサイズ感にセンスがないのかなって思うんですけど、セーターも思ってるよりちょっと大きくなっちゃうとかで、靴下もいいなと思ってても実際履くとちょっと大きいっていう感じにいつもなっちゃうので、ちょっとサイズ感のセンスがないんですけど、この減らす部分は綺麗にできたかなってちょっと思っています。つま先から
増やしていくよりも、綺麗にこの角度が綺麗に編めてるんじゃないかなと自分では思っています。で、履き口は、使ったのは KFS さんの気仙沼シリーズの森を使いました。履き口はメリヤスを2つ折りにして、編みながら伏せていくっていうのが結構私の足首に合ってるので、そのやり方をしようかなと思って、ちょっと今十何段か編んでるけど、もうちょっと編んで内側に伏せ止めようかなと思っています。で、白いところから始まっちゃったので、多分こんな感じかな。この濃いグリーンのところ中に入っちゃうと思うんですけど、馴染むかなと思っています。でね、まだ完成してないんだけど、ここの、ここかな、なんか拾っていくところがちょっと間違えちゃったのかなっていう ここがね、少し違うよねって思ったんだけど、ちょっと穴が開いたように見えちゃってるので、ちょっと拾う位置を間違えたんだなと思ったんですけど、これは次に編む時に参考になるようにこのままにしておいて、ここの拾い目を気をつけようっていう次への課題のために、ちょっとこんな感じで穴っぽいけど、2分の1サイズの時は開かなかったので、多分間違えて拾ったんだと思うので、ちょっとね、次回の時にきちんと拾えるように、ちゃんとわかる、理解するように、これはこのまま残しておこうと思います。平和の靴下で、ここのかかとの部分を今、覚えようかなーって思えるようになっていますので、靴下編み、もしかしたら続けていけるかなーっていう感じになっています。つま先も、履き口から編んで減らしていって、ちょっとこのメリヤス履きがうまくできるかわからないんですけど、もしね、うまくいかなくてもメリヤス履きの練習になるから、履き口から編んでっていうこの編み方で、ちょっときちんと理解できるようになりたいなぁと今思っています。そしてレッグウォーマーは両方とも片方のゴム編み部分までは終わっていて、もう片方のゴム編みの毛糸を選んで拾って編むっていうところでちょっとストップしてるんですけど、こっちを一度終わらせて、靴下の方にちょっと集中して編んでいたので、レッグウォーマーが一旦いいところで終わってるので、このあとね、ここ目を拾ってからほどいてっていう風にしようかなと思います。今やっちゃえばいいのかな。ほどいちゃおうか。ちょっとね、合ってるかわかんない。この目とこの目を2目一度してるから、ここからかな、こことこれとこれで、
こういうことかな。画面越しだからちょっと、こういうことかな。こんな感じですよね。目の右側の目を拾って一周してみます。ちょっと画面越しだと分かりにくいので、ちょっと一周拾ってみます。これとちょっと目が反対になっちゃうけど、これとこれだと思います。一周拾ったので、ほどいちゃう。うまくほどけたか、うまく目が拾えたかですね。うまく拾ってたみたいです。これで減らす前の段まで来たので、ここか、おお、ここからプラス4段ぐらいして、それでつま先を編んでいきたいと思います。こちらのかかとね、私はちょっと広い目で失敗してますけど、とても編みやすいんじゃないかなと思います。ぜひね、マルティナさんの本を見ていただくとすごく詳しく書いてあるので、まだねちょっと作り目とかは本の通り編んだんですけど、なんかちょうど良さそうな気がします。でもかかと、この減らし目が、まちの部分が終わってからのつま先までの長さがちょっと長かったので、もしかしたら私はマルティナさんの本のゲージよりも編み手が緩いのかもしれません。もしかしたら、なんか編んでるとすごいちょっと大きいんじゃないかなって思いながら編んでたんですけど、試着してみたらぴったんこだったのでなんかね、こう平たく見ると大きく見えますよね。でも本当に詳しく書いてあるので、とてもおすすめだと思います。よかったらね、本屋さんとか図書館とかでちょっと見てみて、これなら編めそうだって思ったら借りたり購入したりしてみてください。これならね、靴下編めると思います。私もつま先から編むのがサイズが調整できていいなって思ってたんですけど、なんかね、このかかととても可愛いです。もっといろいろできるようになったら、この辺とかがね、なんかすごい模様が入ってるっていうか、地模様みたいなの入れられたりとか、色を変えたりとか楽しめそうなんですけど、まだ超初心者なのでほんの通りに編んでみました。まだ編んだことないよっていう方とか、かかとのラップ&ターンがちょっと苦手っていう方にはいいかなって思いました。ということで、ちょっと、ね、編み直しの
いろいろ勘違いだったりとか、ちょっと違ったりとかっていうのがあって、スムーズではありませんが、ちょっと楽しめるかなって思い始めています。よかったらね、他の皆さんも靴下編みに興味のある方は、いろんな本を見て、ご自分に合う編み方とか説明の内容とか、いろいろ見てみるといいと思います。今日はほどきましたが、頑張って楽しく完成させたいと思います。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。